ごいすごいすごいすごい、圧がすごい、圧がすごい、もう自分がショタであるということを理解している可能性がある。そんな圧で謝るほどのろくでなしなの？え？マジ？冗談きつい、冗談きつい。ちょっと僕もちょっと衝撃受けちゃった。はい、どうもアニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはフルーツバスケット第11話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたフルバですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第11話ということで、まあどんどんキャラクターの掘り下げが進んでいく中で、まあ新キャラも出てきたりだとか、そんな中でキャラクターの関係性が深掘られていったりだとかで、中でもやっぱりなんか保護者方面でこう動いていたしぐれさんも何かしらトールちゃんを利用してるんじゃないかみたいなものが描写されて、結構誰を信じていったらいいのか、まあゆきくんとやっぱりきょうくんたちでいい感じになっていくのか、でもそれもちょっとなんかしぐれさんの手のひらの上なんじゃないかということで、ちょっとトールちゃんがいろんなところで利用されてるんじゃないかということで結構不穏な回だったわけなんですけれども、また今回ね、また別方面でいろいろと動いていくんじゃないかということで、また今回どんな話が待ってるのか注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて、とっても素敵なお宿ですということで、さあ期末テスト早いな、3学期終わり。そうか、でもバレンタインやったもんな。さて、うん、あ、よかったね。あら、いいね。ああ、そうなんだ。ゆきくん、彩色兼備なんだね。男の人に使う言葉か分かんないけど。あら。あら。はなちゃんが。ねえ。はなちゃん。そんな感じなの？はなちゃんって意外と。あら、そうなんだ。意外ね。きょうくん、進級できる？大丈夫？裸足に上履きだけど。あら。きょうくん意外と勉強できる？あら。意外とできる系か。まあ、相馬家はみんな優秀なんだろうな。ごめんなさい。あら。さて、トールちゃんはでも、できるけど忙しくて勉強する時間がない感じかな。どうなんだろう。謝ってる。どうしたんだろう。あら？バイト？何か隠してるね、この感じは。この感じは隠してるな。バイトで忙しいからあれなのかな、勉強する暇がなくて特別に許可出してるけどちょっと考えなきゃダメじゃないみたいな感じなのかな。でもバイトの関係で何か言われたっぽいよね。みをだねー。さあ、もみじくん関連も気になるんだよね、なんか。多分ね、羽鳥さんの記憶隠蔽に絡んでると思うんだよな。っていうか、相馬の闇に触れてそうなんだよね。ゆきくんと、多分描写的にもみじくんも記憶を消されてる感じなんだよね、もみじくん。秘密バレたかなんかで。そうだよな、多分。羽鳥さんと仲がいいって時点で、ちょっとなんかもみじくんは気になってるんだよな。なんか爆弾を抱えてそう。さて。あと、いろいろと相馬家がめくれてきている中で、今んとこもみじくんが
表面上しか見れてないんだよな。さて、ということでここで、ちょうどもみじくん、かわいい服着てるな。プレゼントなんだろう。なんなんだろう。あお、スワヒリ語。さあ、やばい、グリグリされてる、グリグリされてる。何しに来たんだ。あ、はいはい、ゴミ収集日。あ、ホワイトデー。ああ、え、すごい、帰ってくるものがでかすぎる。あ、ユキくんも用意してるんだ。ぽくない？わーお。すごいビックになって帰ってきたね、チョコレートが。まあでも、そうね。あら、いいね。かわいい、かわいすぎる。まあトールちゃんが来ればどこでも来そうだからね、ゆきくん。さて、はいはい、ああ、ああ、その話か。だからバイト？あら、優しいじっちゃま。あら、一人で全部。迷惑とか。あ、ああ、そういうこと。そこに消えちゃったんだ。なるほど、なるほど、なるほど。あ、やばい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 。会議が始まる。ねえ、うまく抑えたね。ああ、まあ、そうね。そうか、そうか、そうか。そうだよね。それでいて連絡が来ること自体を迷惑っていう風に言っちゃうんだもんな。もっと自分のために動いてもいい気がする。はい、クラス会。笑える話、ファニーストーリー。あー、なんか聞いたことがあるような、ないような。聞いたことないわ。なんか全部あげちゃうとかじゃないの。へえ。あれみたいな、なんだっけ、金色の像みたいな話に近いよね。全部渡しちゃうみたいな。
はいはい。うん。目がないから。うん？わあ。面白い話ではないな。悲しい話です。ああ、でも、トールちゃんがかなり近い状況だよね。そうね。なるほどね。そういう人が報われるあれであってほしい。騙されることなく。あら、もう来てくれるだけで嬉しいでございます。私も、あーって泣けるんだもんね、この子は。もう本当に、あら、あら、かわいい。おかしくなってしまう。ああ、複雑な気持ちだね、ゆきくん。なかなかやっぱり三角関係は収まらないね、やっぱり。すごい、タイトル回収。あら。いやそれだけあれだったと思うんだけど、トールちゃんにとって、お化け？メショ？おかみか。相馬の人だよね。本気で驚かせにかかってないですか？うん。あ、そうなんだ。あら、しぐれさんを坊ちゃんって呼ぶ、結構深い人なのかな。ああ、そのあれ、女性って何人だっけ？ 2 人？ 3 人？エンディングの子ともう1人。走り回ってるな。
あら、ピカン、光ってる、メショウさんの目が。やばい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 、殺気が。すごい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 、圧がすごい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 。完全に引っ張られている。それはそう、本当に弱いの。精神は鬼強だけど、あら、え、そうね。ギリ多分許されない年齢じゃないかな、もみじくん。ああ、渡す機会を伺っている感じだけど。もみじ、あら、あら、すごいな、強いな、強いな。もう自分がショタであるということを理解している可能性がある。あ、泳いでますね、現在進行形で。さて、あら、お母様、本当に大好きなんだね。あら、あら、おかみさん、ほんとね。うん。あ、そうなの？猿？はいはいはい。ああ、どんな子なのかわかんないから。うん。まあね、いい子だもんね。この描写的にはかなり近いのか？会う頃合いは。ん？え、そんなろくでなしだろ？そんな圧で謝るほどのろくでなしなの？さて、りっちゃんのムッティ、りっちゃん、あ、そうなの？りっちゃん、あら、完全に勝負を始めているな。やばいな。卓球のルールを完全に顔を狙ってないか。やばい、教訓、ストレスが、やばい、じゃあおかみさんに怒られるよ。すごいな、なかなか難易度が高いな、教訓は。いつまでも子供心を忘れてなさすぎる。お？ 5 時半だ。あら、頑張れ、トールちゃん。あら、あ、やばい、簡単もみじくんが。ゆきくん？どうしたんだろう？でかいな。すごいいい温泉宿だね。こんな中庭があるんだ。ん？
どうしたんだ？あら、トールちゃんの前で、うん、あら、そうなんだね、隠してる。なんだろう、しおりじゃなくて、髪留め？あら、とても素敵な、とても素敵でございます。そこ、あら、お姫様のようでございます。あー、マイプリンスユキ。後方保護者ずらしてしまいます、私。あら、あら、まあ、あら、まあ、あら、あら、まあ、まあになっちまいますよ、私。もう完全に王子。そうね、プリンスだらけ、相馬のプリンス様がいっぱいいる、本当に。なあ、彼らが一つずつ多分幸せを分け与えてくれるはずだからね。めちゃめちゃお釜いただいたと思うんですけど、すごいな、癖が強いな。迎えのバス。あー、でもバイトの時は合ってるんだ、もみじくん。うん。え？え？マジ？どんないだし、嘘でしょ、冗談きつい、冗談きつい、すごい、なんていう広報書だなんだ。え、え、え、小5ぐらいだと思ってた。あ、より一層フロア一緒に入っちゃダメですよ。ちょっと僕もちょっと衝撃受けちゃった。合法書た。あら、初歩く。これ、これはきついな。大丈夫かな。そうね。はるくん正しい。ああ、これで中佐は無理があるだろう。え？かわいすぎる、マジで。やばい。もみじくん。もみじくん、合法書だなんですけど、私としてまっしぶかりばりくっきゃしてたすべからく。え？びっくりしちゃった、ほんとに。これでこいつ、え、この子たちとは？え、年少組だと思ってたわ。羊と虎。あ、でも、あ、そうか、この感じだと、そうか。え？すべてが不祈祷なんだけど。もみじくんの年齢で。この子が猿かな？でも、ぽいよね、雰囲気的には。でも、パッと見あんな風に言うタイプの子には見えないけどな、しっかりしてそうだけど。あくまで寝姿しか知らないけど。さあ、ゆきくんが完全に王子様。さあ、これルートが多いな。乙女ゲーだったら迷っちゃいますわよ、私。全員素敵すぎる。あらーん、手が。かなり近いでございます。楽しそう。あきとさんの声だ。
い、というわけで見終わったわけなんですけれども、たまりませんでございますわよ。もみじくん、いいと思います。あ、ちょっと目ん玉飛び出てしまったけど、いいんじゃないですか。でもだってこっからだってさ、来年度になったらさ、もうだって完全に春くんも来て、もみじくんも来て、ゆきくんも来て、きょうくんも来るということで、まあなんか春、もみじで秋、ゆきくんで冬、夏要素が足りないねっていうところではあるわけなんですけれども、まあまあ夏要素も多分そのうちやってくるんじゃないかっていうところ、まありっちゃんって言ってたからどうなんでしょうね。多分そこら辺が夏要素を埋めに来るのかどうなのかっていうところではあるわ。まあまあしぐれさんが言ってしまうと夏要素なのかなって、しぐれって夏どうなのかわかんないんですけれども、あ、まあいろいろとあるんじゃないかなっていうところであるんだな、ロリアシュですけど、あ、いいですね、いいですね、楽しみだな。でも猿は、でももうすぐ会えそうな気がするね。猿は会えそうだから、あの二人だよな、多分羊とドラだよね、あの子たちは。あの二人にはいつ会えるのかっていうところではあるけど、まあまあまあ、とりあえずでもファーストシーズンで全員と会うことにはなりそうですね。なんやかんや触れる感じにはなっていきそうかなっていうところではある。いやー、マジか、もみじくん、で、なおのこと温泉入っちゃダメだよ、本当に危なかったですね。なかなかいいですね、あんな可愛い中3がいてたまるのかというところではあるわけなんですけれども、いいんです、いて、もみじくん素敵です、もっともっと熱くなっていこうぜベイベーみたいな感じではあるわけなんですけどでもあの高校ぶっ壊れないか、大丈夫かな、ちょっと概念が壊れそうになってるね、本当に。ただでさえユキくんとキョウくんが割と二大巨頭として王子様として君臨しかけているのに、下にさらに別のベクトルの王子様が二人入ってくるわけですよ。ハルくんとモミジくんっていう、もう完全に可愛い系の王子様で入ってくる、もう完全にプリンスみたいな感じで入ってくるモミジくんも来るし、もう無口系いけるぜみたいな感じのハルくんも入ってきて、もう壊れちゃいますわよ、あそこの高校に通う女の子たち、みんな壊れちゃう。来年度は怖いですね。来年度もみじくんが高2になる頃は怖いですね。多分倍率が5倍ぐらいになると思います。特に女子生徒、あの人たちに会いたいのよみたいな感じでやってくる人たちがいっぱいいるんじゃないかなというふうに思ってしまうわけではあるわけなんですけれども、なかなかに深いな、なるほど。まあ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 、中3でいろいろと面白い話を読んでいたっていうところではあるわけだね。まあ制服付きの小学校なのかなって思ったら、しっかり中学校だったっぽいですね。まあでもあの面白い話の、まあ、主人公にかなりトールちゃんがかぶさってきているけど、やっぱりそれを返してあげられるようになりたいって思ってるのもそうだし、なんかいろいろと思うところがあるわけですよね。トールちゃんにかなり近いわけでありますから、まあ、かなりトールちゃんに近い主人公なわけだから、しっかり返していかないと、まあ本当にでもなんか周りのために周りのためにってすり減ってすり減ってとんでもないことになっちゃうから、しっかりとんでもないことになる前にしっかり返してあげたりだとか、その恩を幸せを分けて与えられることによって、しっかりとね、トールちゃんが自分の芯みたいなものを見失わずに生きていけるようにしていけたらなっていうところではある。でもやっぱり思うよな、トールちゃんもついつい否定しちゃうもんな、なんかあんまり良くないことなのかなってちょっと言いながら思ったりもするんだけど、もうちょっとさ、連絡行くだけでなんかご迷惑おかけして申し訳ございませんっていう風にさ、トールちゃん言うからさ、いやそんなことない、そんな風に言わないでって思ってしまうけれども、なんか複雑な気分になっちゃうんだよね。なんか僕みたいな部外者がそういう風に言っていいのかって思ってしまったりするわけですよね。でもなんかじっちゃまに頼ってもいいんじゃないかなっていう風にも思ったりはするんだけどね。だってトールちゃん学費だけでも相当頑張ってるからさ、そこら辺の積み立てはなんとかじっちゃまに頼ってもいいんじゃないでしょうかっていうところ、ある種借金みたいな形でもいいからじっちゃまを頼ってもいいんじゃないかなっていうところではあるわけなんだよね。割と周りは手を差し伸べてるんだよね、なんかトールちゃんに、こうしてもいいんじゃない、こうしてもいいんじゃないって手を差し伸べてるんだけど、迷惑だからっつってその手を払っちゃうんだよね、トールちゃんって。そこがかなり危ういところではあるんだよな。ただでさえ今すごい幸せなのに、周りからの幸せを与えられて、こんなに幸せを与えられたら良くないですみたいな、今の幸せを噛みしめるのが正しいことみたいな刷り込みがかなり強いからね、特にやっぱり不幸っていうものを幸せに変換しようとしている節があるから、やっぱり本当の幸せを見せられると、それをなんかシャットアウトしようとしている雰囲気が若干ながらあるよね。しぐれさんが言うように、しぐれさんがトールちゃんに対して眩しすぎるっていうように、それと同じようなことをなんかしているような気がする。自分を不幸だと思わないように、自分は、報われてる部分もあるんだよ。報われてる部分もあるけど、まあ、あんまり良くないなっていうか、境遇が良くないなっていうところも、もちろん自覚してるからこそ、今はすごい幸せが、
で自分の手の元にあるのだからそれを噛み締めないとダメだよねっていう、なんかありものだけで満足しようとするそのなんか危うさみたいなものがあるから、そこら辺はねやっぱりでももみじくんもね、ゆきくんもきょうくんも気づいてきてるからしっかりねケアしてほしいなっていうところでありますので、さあさあさあプリンス、ゆき、そしてきょうくん2人がどうやって登録を守っていくのか次回以降も注目していきたい。次回なんかアキトさんが絡んでくるんじゃないですか、アキトさんが読むっていうことはそういうことなんじゃないですかというところで、さあ次回以降どうなっていくのか注目していこうと思います。以上フルーツバスケット第11話でした。バイバイ。